今回は自転車仲間と伊豆を走りに来ました。三島駅まで臨行、そこから修善寺西伊豆スカイラインを経て伊豆高原へ。感染を避け別荘で一泊し、翌日は伊東の小室山から熱海、真鶴経由で戻ってくるルートです。まずは柿田川湧水を見て修善寺で昼食、のんびり走る気ままなライドです。西伊豆スカイラインまでもなかなかの上りで、全体的にもお腹いっぱい上りを味わうことになりましたが、西伊豆を一望する眺望が疲れを忘れさせてくれました。瞬間です。